友達の女性が高校出て働き貯めたお金で大学進学をしたいそうです。行きたい大学は卒業時に資格を獲得できる大学だそうです。ちなみにどのような資格を得たいかまだ想像がついてないと言っていました。おすすめの学部大学ありますでしょうか。看護系、親友なので少しでも彼女の手助けになりたいです。アドバイスお願いします。まあ、医療看護系は食いっぱぐれることがほぼほぼないので、いやその多分その食いっぱぐれが怖いので一回働いたけど大学に行ってある程度の資格を取りたいって話だと思うので、食いっぱぐれない職業になった方がいいんじゃないかなと思います。